こんばんは。こんばんは。こんばんは。おつにじ。おつにじ。決勝ありがとうございます。たくさん決勝。おつにじ。かわいい人もありがとうございます。トレーナーかわいい、ありがとうございます。中2の頃に買った服です。決勝ありがとうございます。当選した。大晦日昼公演当選しましたか。本当に来れる、楽しみ。どうでした皆さん、当落ハートありがとうございます。星もありがとうございます。決勝もこんばんは、こめちゃん。全然決勝じゃなくてプレゼントありがとうございます。ハートも決勝もたくさん。お美人さん当たった、おめでとうございます。おつにじ外れちゃった。プレゼントありがとうございます。たくさん外れた。決勝ありがとうございます。家からコール送ります。ありがとうございます。待ってます、コール家から。落ちた。みんな結構外れてるかもしれない。決勝ありがとうございます。決勝プレゼントもハートも。当たんなかった、嘘。忘年会なので失礼します。ありがとうございます、来てくれて。ちょっとでも、でもさ、なんかうちのこの前やってたオープニングアクトの時のうちのことを応援してくれてる方がめっちゃ外れてて、オープニングアクトはで全然もうメールの返信でも10人中2人みたいな感じだったんですよ、当たってる人が。だから本当に2人ぐらいしか来れてなくて、うちのことを応援してくれてる人が。だからなんかサイリウムもめっちゃ少なくて、少なかったから悲しいなって思って、今回のおみそかはみんな当たればいいなって思ったけど、意外と外れてるかもみんな。星ありがとうございます。たくさん、病院で許可もらいました。来れるってことじゃん、それは嬉しいですね。おつにじまだなんですよ。劇場にプレゼント送ってくれてる方もたくさんいるんですけど、劇場に行く機会がまだなくて、受け取れてなくて。ハートありがとうございます。あんな大好きな人が、よっ嬉しい。なんかダンスをできる子しか、できる子がいいみたいな感じで書いてくれてたっぽくて、でも褒めてくれてたっぽくて嬉しいです。ハートありがとうございます。ちょっとフライングしたけど、うん、プレゼントありがとうございます。ハズレを引きました。ありがとうございます。プレゼント、ハートも決勝も。初見さん初めまして、ハートありがとうございます。こんばんは。まあ、狭いよね、劇場だとやっぱり狭いよね、狭い。うん、当たった。なんかさ、意外と当たってるっちゃ当たってる人もいるかもしれない。2ヶ月半ぶりの公演やった、楽しみです。頑張ります。うん、ハートじゃなくて
タコとプレゼントありがとうございます。好きになりました、ありがとうございます。ありがとうございます、好きになりました。アンズさんの配信昨日やってたよね。アンズさん配信やってたよね。フォローありがとうございます。ここ名刺ありがとうございます。はじめまして、ショールームフォローしました。ありがとうございます。フォロー仕事終わったとこです。お疲れ様です。お仕事こんばんは。初見さん、ハートありがとうございます。プレゼントもハートもたくさん、こんばんは。星ありがとうございます。おみそか当たったよん、母ちゃんと見に行くね、待ってます。え、なんか意外と当たってるかもしれない。みんなありがとうございます。おつにじプレゼントありがとうございます。ハズレを引きました。でもありがとうございます、プレゼント送ってくれて。大きな、なんかそのライトのカメラの位置を変えて、あの、ま、正面にしてみたんだよね、位置を。そしたらなんか意外といいかもしれない、正面の方が。おつにじこんばんは、ハートありがとうございます。ラブレターもプレゼントがたくさんありがとうございます。え、そうなの、アンパンマンチョコ、そうなんだ、嬉しい。おそろで花束ありがとうございます。ハートも。そう、昨日配信できなくて今日はやろうって思って。こんばんは、星ありがとうございます。ハートも。おつにじハートありがとうございます。こんばんは、星ありがとうございます。ハートもたくさんありがとうございます。そのあんずさんが12期生のいいところを言うやつを見て見ました。あとうちがその泣いちゃったっていう話もしてくれてて、その話す前にかな、その12期生のいいところっていうか、12期生のその第一印象みたいなの話す前にうちのこと話してくれてて嬉しかったです。ハートありがとうございます。にじにじ推し、星もレインボースターもありがとうございます。いちごの次には何が好き、うん、シャインマスカットとか柿とか梨とかは好き、リンゴも何でも好きかもしれない。決勝ありがとうございます。お水が外れた、やっぱさ外れてる人はさ、え、でもなんか結構分かれてるかもしれない、渡ってる人と外れてる人で。決勝ありがとうございます。仕事中で無音です。こんばんはに、こんばんは、今日もかわちありがとうございます。おつにじここみよし、決勝ありがとうございます。12月17日のあんずさんの配信、え、見れなかった日は一応その後から見てます。その見れなかった日は、決勝ありがとうございます。レインボースターもありがとうございます。おみそかの参戦服も注文して楽しみ、楽しみ、気になる、近くで見れるように参戦服も。決勝ありがとうございます。プレゼントもありがとうございます。だよね、ちょっとはずいよね、あのアンパンマンチョコを買うのは。それはわかる。決勝ありがとうございますね。みんなのこと可愛いって言ってましたね、アンズさん。できる時で構わないからね、ありがとうございます。おすにじ決勝ありがとうございます。にじよしこんばんは、ハートありがとうございます。先日のサータンと花のユアニャンとココミンのコラボ配信、演技してるやつ、あれ面白いよね。うち何気に演技が上手くて。決勝ありがとうございます。ハートもこんばんは、考えてるかもかわいい、ありがとうございます。決勝ありがとうございます。ハートも
20日配信してる時の画角と自撮りの時の画角って、え、全然違う、違うかな。なんか自撮りの時はバラバラかもしれない、上から撮ったり正面から撮ったり下から撮ったりもするし、配信は今日変えて見て変えてみました、今日あの位置を。ここ見よし、にじんじよし、にじんじよし、あんさんのこと好き、あんさんのこと、いや、こちらこそ、こちらこそです。バイモ落ち組、あ、当落か、決勝ありがとうございます。レッスンもらってるよ。そう、なんかそのサイリウム持ってくれてる方は気づいてレッスンを送ったつもりでいます。お疲れ様です。めっちゃ急いで帰ってきました、ありがとうございます。お帰りです、お帰り、ただお帰りか。髪型自由になったらどの、え、巻き髪してみたいかな。31外れた、嘘。ハートありがとうございます、こんばんは。決勝ありがとうございます。ハートも外れてるっぽいね、みんな。こんばんは。制服の目初日はね、当たるかな、みんな当たってほしい。まあだよね、そういうこと、子供の年代、あ、子供のやつか、売ってる感覚でね。星ありがとうございます。ラブレターもおつにじ、こんばんは、ハートありがとうございます。今日のライトはこの前みんなに好評だったやつにしました。プレゼントありがとうございます。お味噌外れた、そっか、12月結構あれだよね、最善当たったとか言ってだからね。明るさはいい感じですね、ありがとうございます。配信してる時の真正面の画角見てるとデビューしてもない、あ、あんずさんも結構あれだったよね最初、今も正面か。でもプレゼントありがとうございます、こんばんは。あのそのアバターで気づいたんですけど、あのタワーのアバターの絵をまだ見せられてない気がする、タワーのアバターの絵をまだ見せてない気がするから、見せようかな。ご飯を食べました、ラブレターありがとうございます。あんずさんよく皆さんのこと見てる、てか10期生のみん、10期生の先輩方ももう本当にいい人たちばっかで、決勝ありがとうございます。久しぶりに配信来れた、まださ絵見せてない気がする。ね、ここみんなの前がいたペンライト作ったのに、見たすぎる、早く見たい、本当に早く見たい。外れました、外れてるかも、みんな結構。だるまありがとうございます、水色の。決勝もだるまありがとうございます。え、長野は寒いよ。今日の前髪は80ぐらい、目似てないですよ、本当に嬉しいけど。決勝ありがとうございます。青本もしない、え、大晦日お仕事ってやばくない、めっちゃはっきり見えるよ、いいライトありがとうございます。ハートもありがとうございます、たくさん。先日のチームコンさん、あ、足綺麗だった、本当に嬉しい。それはスカートを履く側としたら。決勝ありがとうございます、こんばんは。ラブレターありがとうございます。決勝もえ、まだ見せれてない気がするので見せたいと思います。本当に久しぶりだったから配信が来れたのが、あ、唇は少し良くなったんですけど、ちょっとやばいかもしれない。早く直さないと。初見です、こんばんは、ありがとうございます。夜勤行ってきます、頑張ってください、夜勤のお仕事。
そうなんだ、だよね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 、感謝です。それはこんばんは初見さん、ここみよしありがとうございます、決勝ありがとうございます、たくさん、さすが美術部。お寿司こんばんは。うん、一応まだ制服がは現役なので、現役なので30日に見に行くね、待ってます、待ってます、セイリウムも。ラブレターありがとうございます、星もたくさん。光るうちは作ってくれるかな、みんな、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます。虹のギフトありがとうございます、虹のギフトありがとうございます。現役です。そういえばカメラ曇ってたの、治った。もうあの時なんかすぐスマホ落としちゃうくて、最近すぐスマホ落としちゃって危険、本当にその癖を直さないといけない。うん、嬉しい、にじにじのまばめにいつも癒されてます、嬉しい、ありがとうございます、こちらこそ現役やばいね、そう現役ですね、制服はレンボスありがとうございます、原役でも可愛い、ありがとうございます、スノードームありがとうございます、久しぶりに見たスノードームありがとうございます。そう制服はめちゃくちゃ今 Now です。めね、中学生じゃなくなるの信じれない、うちもそう、悲しい。長野ならではの変わったおでん、え、ない気がする、意外と知らないだけであるかもしれないし、自分がそれが普通の定番って思ってるだけで、長野の変わったおでんのかもしれないけど、ない気がする。ここみよしありがとうございます、いや漢字はどっちかというと得意です。春から JK なんですよ、やばい、あの曇ってる感じも本当にあまり顔が曇ってて見えなくてミスったなって後悔してるけど、ここめしありがとうございます。年上に見える、あの顔は年上って言われるけど、決勝ありがとうございます、こんばんは、オープニングアクトの衣装に合っていて嬉しい、ありがとうございます。一応3日間違う制服だったんですよ、プレゼントありがとうございます、ハズレを引きました、ハズレでもありがとうございます、プレゼント届いたので勉強教えてあげて、プレゼントありがとうございます。 JK ここもいいね、もう JK に見られることも、え、なんか、え、それはめっちゃ言われる、めっちゃ言われる、おつにじ金の白鳥ありがとうございます、しばらく現役だね、大丈夫、まだクマありがとうございます、かわいいクマ、お、新幹線待ってます、前日から。ここみちゃんの今年の漢字は何だろう、いろいろあるってむずいかも、まあ、アンズさんがあのまたにじにじちゃんを泣かしちゃったって話してたのが見ましたね、3日目赤か、
赤色の制服プレゼントありがとうございます。小当たりを引きました、ありがとうございます。プレゼントありがとうございます。ココミンさんこんばんは、こんばんは。長野どんなとこ行ってる。長野のおつにじ、まあ本当に嬉しいな。こんばんは。プレゼントありがとうございます。ハズレを引きました、ありがとうございます。ハズレでも こんばんは。いいわいいわ。俺です、こんばんは。俺です、こんばんは。初見さん、そうね、境で待ってます。我らの漢字一文字は虹、嬉しい。虹虹ありがとうございます。ハートありがとうございます。決勝もこんばんは。プレゼントありがとうございます。プレゼントハズレを引きました、ありがとうございます。マンズが虹、今年の感じはね、でもなんか本当にすごい環境が変わったなって感じの1年かな。こんばんは。プレゼントありがとうございます。うん、2日目の撮出しの写真がセンターで座れて嬉しいことに。センターに座りながら写真を撮れました。決勝ありがとうございます。フォローもありがとうございます。いやもう泣かない気がする。だって一回泣かずにアンさんに話しかけてもらった後があって、あの後もでその後も泣かずに話せたし、もう大丈夫です。ハートありがとうございます。こんばんは。うん、嬉しい虹かな。ラブレターありがとうございます。ハートも、うん、まあ確かに一番混みそうな時期の新幹線だね。うん、上高地だ。うちのおすすめの長野観光の場所、上高地。ハートありがとうございます。こんばんは。ここ三好おつにじ、何のお菓子4種類だ、何のお菓子4種類だ。そうそう、なんか並んでたらあのさんの後ろにちょうど入れて、写真撮るときに。おつにじこんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。だからよかったです。本当に決まってるとかなくて、立ち位置っていうか写真の位置はただ単にいたら座れて、そうかな、うちのことも好きでいてくれてるかな、ちゃんと。そう、実はエクバって今までずっとカメラのアングルを上にしてたから案外バレてなかったけど、めちゃくちゃエクボが、めちゃくちゃっていうかそんな目立つ方でもないんだけど、エクボがあります、ここに。ここにもなんかあるんだけど、あ、メールで返したキャラクターの菓子を4種類も買ったの気になる。何のキャラクターにしたのか。狙ってないよ、狙ってない。本当にたまたま座れてじゃない、アンズさんの後ろに行けて、だから全然。長野県民ですが上高地行ったことない。めっちゃ行った方がいいぐらいのおすすめの場所です。1回しか行ったことないけど、
こんばんは。こんばんは。だるまありがとうございます。スキーをしに長野に行きたい。絶対行った方がいい。スキーをするなら長野です。やっぱりおつにじ。仲良くします、仲良くします、仲良くしたいし、先輩だし、可愛いですね。ありがとうございます。松本城はね、行ったことある。結構あります。おつにじ目が魅力的。本当に左右非対称だけどすごい嬉しい。くもめっちゃかわちありがとうございます。一回しか行ってないの。ハッピーセットは全然買えなくて、マックに行っても名古屋の。なんかキティちゃんのが欲しくて、マックのキティちゃんを目指して行ったんだけど、もうどこも売り切れで、なんか長野の方はめちゃくちゃ買えてるっぽくて、全然ハッピーセットもクソって思って悔しいです。消しありがとうございます。松本城、善光寺、善光寺も行ったことある。うん、本当にオープニングアクトの時にいろいろ19世の先輩方からいろいろ教えてもらったこともあったし、教えてもらったこともあったし、だから本当にオープニングアクトも一緒だったこともあって、制服の目もなんか頑張ろうって感じです。スキーはほぼ白馬行ってる。白馬はめっちゃいいところです。スキーをするには。おつにじ、スキーは白馬によく行ってた。猫がいます。猫、初見さんに猫がいます。松本も、安曇野のソフトクリーム美味しいんだよね。安曇野のソフトクリーム、わさびか。いや、なんか右耳は出さない方が良さそうなの。なんか顔大きく見えない。両耳下ろしたとしてもなんか変なんだよね。だから片耳かけで。お味噌忘れた。マジ？外れてるわ結構。3分の2ぐらいで。でもさ、申し込むのもさ、あれか、 K2 の声も言ってたもんね。だよね、完売してるの。ねえねえに買ってもらおう。うん、第2弾が始まるんですよ、キティちゃんの。フォローありがとうございます。あ、メロンパンナちゃん、かわいいメロンパンナちゃん。おつにじ、にじにじのギフトありがとうございます。にじにじありがとうございます。いやでもさ、なんかさ、自分で買って買う楽しみ感がいいじゃん。届いて開けてまでの。こんばんは、嬉しい、なんでも可愛いよ。そうなんです、髪の毛伸びてきたかもしれない。結構ほら、なんかここだけ短いの本当に嫌なんです。痛みまくりの毛先、
こんな傷んでるのがさ嫌だよね。あ、わさび農場あるね。わさび農場、全然全然全然。美人かわいいだね。ナイス、ありがとうございます。見慣れない感がすごいよね。やっぱ片耳がけかわいい。本当にいや、ポニーテール本当に似合わなくて、あのこれポニーテール、いつもレッスンの時はあのポニーテールなんだけど、なんかこっちの触覚多いのにこっちの触覚が少ないです。ポニーテールあんま似合わなくて、片耳がけも違和感があるし、両耳がけです。制服の目待ってる、絶対に来れるように。会いたいし。投げ忘れてた、それはやばい。両耳、俺嬉しい、ありがとうございます。ハートもえ、なんかさ、首長いよね、あれ首長いよね。キティちゃんに首あるんだけど、なんでって思って。ハートありがとうございます。あれはやばい。決勝もありがとうございます。こんばんは。え、本当に。あ、そう、スクールバッグにキティちゃんつけてる子が多くて、そう。ハートありがとうございます。嬉しい。ここみんな写真見てモチベ上げてる。そのところ、そんな時に嬉しい。なんかさ、自分の写真をさ見てモチベ上がるって思ってくれるのが。ハートありがとうございます。誰もも、いや本当に痛んでて、なんかその、そう思った、あの思ったっていうか、あのオープニングアクトの時にメイクさんにやってもらった時があったんですけど、なんか髪の毛が本当に細いねって言われて、メイクさんに髪の毛やってもらった時に、で髪の毛本当に細いねって言われて、え、めちゃくちゃ傷んでないですかって言ったの、髪の毛。そしたらなんか髪質が本当に赤ちゃんの生えたてみたいな、赤ちゃんの生えたてぐらいの髪質で、髪の一本が細くて、なんか本当に赤ちゃんの髪の毛してるから多分相当痛みやすいんだと思うって言われて、髪の毛が。だからめっちゃ髪の毛傷んでるっていう相談をしたら、多分赤ちゃんみたいな髪質してるから髪の毛がすごい痛むんだと思うって言われて、ほらショック。で本当に一本が薄いの、細くて余裕で髪切れ、本当に髪の毛ちぎってない。急に声が大きくなる時ババになる感じ、本当に本当。バラありがとうございます。ポニーで可愛い、嬉しい。みんな決勝ありがとうございます。似合う、本当に、本当に本当に、みんな褒めてくれる。え、ツインテールでやりたいよね。ツインテールやりたい。またなんかおろしツインもしてみたいなって思って、あんずさんやってた、あんずさんやってたわ、昨日だっけ、一昨日か、昨日か、クリスマスツリーのなんかお母さんに言われたやつは昨日だっけ。おろしのさ、これも可愛くない、これ何気に好きです。好きで、好きですね。なんかこっちかけるのもめちゃくちゃ新鮮かもしれない。あ、なんかそう、こっちの耳だけこう高いから、なんか本当にこうやってやっても浮いてくるんだよね。嫌だ。ハートありがとうございます。会いたい、本当に会いたい、会いたいしね、恋愛相談とか聞きたいし。
触覚のバランスが悪くて。ハートありがとうございますたくさん。沖縄水族館してもびっくりだよね。なんだっけあれ、アナゴだっけ、違う、ウツボかなんかの写真。ヤッホッス、プレゼントありがとうございます。受験頑張ります。メス赤ちゃんって言われて髪の毛が。ハートありがとうございます。髪がバブだった。そう、なんか赤ちゃんみたいな、そう産毛みたいな髪の毛してるから多分そんなに痛むんだと思うって言われて。嘘って思って。え、髪の毛巻いてもすぐ取れるし、髪の毛巻いてもすぐ取れるし、なんかだから本当に髪の毛が痛みやすいねって言われて。髪の毛柔らかいと思う多分、本当にサラサラするねみたいな、本当に髪の毛細いねって言われて、一本一本が。昨日か、星ありがとうございます。小判もありがとうございます。音符もありがとうございます。え、嬉しい。ツイン、え、全然アンズ大好きの方でも全然、アンズさんうちも好きだし、え、そんなアンズさんがうちの話をしてすごい笑ってくれてて、ほっこりしました見てて。え、やっぱさ、首周りすっきりするのもいいんだよね多分。高めツインとかは本当にしないよね多分、もう何かある時じゃないとしなそう。横縛りが何気に自分で好きだから、横縛りしたいな。恋愛相談を聞きたいし、いろいろ聞きたいし、本当にいろいろ話したい。ウツボ、あ、わかります、さすがわサービスエリア、わかります。かきれながここえ、怖い、かきれな怖いよそれは。ちょっとえ、嬉しい、筋トレするの偉い、偉いな、それは偉い。ウツボ、やっぱあれはウツボだったか。消しありがとうございます。え、なんかあの髪質の改善したことないんだけど、宿毛矯正したいなと思ったけど、多分さ、宿毛矯正なんてしたら多分めちゃくちゃ痛んじゃいそうだなとかさ。え、なんかその宿毛矯正をしたいと思ってて、ずっとママに言ってたね、宿毛矯正をしたい、宿毛矯正をしたいって。でもしない方が良かったかもしれない。結局してないんだけどね、今もしたことないんだけど。でもあれ、髪染めたいなとか思ってたけど、まあ、本当に髪染めたらめちゃくちゃ痛むだろうなって思うし。ハートありがとうございます。横しわりもいいよね。ゴツゴツで太いです。え、どういうこと。え、うち前髪固めてて前髪が動かないんです。おつにじ初見さん、うん、同期たちが20位までに4人。え、もう本当にすごいなって思う。だってさ、あのできる時間が限られてるじゃん。それが悲しいなって思って、朝起きてすればって話になっちゃうけど、横縛りって言い方も好きです、髪型も好き、嬉しい、このままの髪質でいいと思うよ、嬉しい嬉しい、うん嬉しい。
嬉しい、それは。新年の初めには新曲が出てトーク会ありそう。おうおうおうほうほうほう。こんばんは初見さん。え、そう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 。まあ髪染めるのもだいぶ後になっちゃうんだけど。前髪はケープです。ね、本当にこのあのほっぺが、横顔の時のほっぺがすごい目立つ。めそう、嬉しい。ココミンは一番で嬉しい、ありがとうございます。いつも、そう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 、あの本当に公演って多分すごい汗かくと思うし、多分正面も熱いし、だから本当に前髪もあれだな、あれだろうなって思って、それは何、それは何、どやってる、おつにじ、え、え、そんな髪の毛硬い人いんの、え、本当に硬くない、おつにじ、うーん、え、本当にね、本当に待ってる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 。余裕のある時に楽しく配信するのが一番、義務感。そうだね、楽しく配信したいしね、みんなと。可愛い、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。イベントね、やりたいね。え、なんかサイドポニーしたいなって思う。昇格とかすごい先だと思うけど、できたらサイドポニーしたいなって思う。公演とかでもサイドポニーしたいな。髪染めるなら、え、派手な色にもしてみたいし、金髪とかもしてみたいし、でも痛むなとかも思うし、ピンクのほっぺがいいかも。消しありがとうございます。こんばんは、こんばんは。消しありがとうございます。フォローもありがとうございます。おつにじ、雪のギフトらしいね。年末は帰れないね。え、本当にストレートが一番好き、嬉しい。ストレートだよ絶対。こんばんは。まあ、1月の最初頃に帰れたらいいなって希望はあります。でも制服の目も始まるし悩んでます。サイドポニーはここら辺でこうやってやってます。そう、嬉しい、ココミンが一番だけど、10期生もいるし。ココミンはどんな髪型もきっと似合うと思うよ。なんかもう全然全然違う風に読み替えてた。ココミンはどんな髪型きっと可愛いと思う、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。十二菊池の B 賞と C 賞のメンバーして辞める来たのでココミンにしました、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ココミンしてありがとうございます。サイドポニーはいいと思う。まあ確かに、確かに確かに、名前呼ばれてる感じになってるかもしれない。クマありがとうございます。
10個もクマありがとうございます。久しぶりに見たギフト、青色似合いそう、まあ、面からも青だしね一応。雪のギフトありがとうございます。いや全然全然、あの配信を頑張ってる人も本当にすごいなって思うし、あのハナナンとかココハとかサータンとかもそうだけど、毎日配信続けてるのもすごいし、まあ、アンダーもココハは掛け持ちしてるわけだし、みんな練習頑張ってるし、練習頑張ってる中みんな配信もしてるし、すごいなって思います。ラブレターありがとうございます。こんばんは、決勝もありがとうございます。初詣行けるかかな、行けるか、なんか1月の後半とかに行くことになっちゃいそう。星ありがとうございます。ココミン今日も可愛いありがとうございます。サイドボーに好き、それはわかる、なんかなんか女子はわかると思うかもしれないんだけど、例えば一日中ここで縛っといたとするじゃん、こうやって外すときなんかめちゃくちゃ痛くて、なんか謎にめちゃくちゃ痛いんだよね撮るとき。決勝ありがとうございます。ギフト見知らない、味噌ラーメン、高村味噌ラーメン、結婚してありがとうございます。ギフト、うん、発送される、トナカイ変な顔してるかもしれないけど嫌いにならないでください、みんなこのイベントずっと続いてくれんかな。遠くかい、裏のニットだったね、そういえばあの全身を見せてもみんな褒めてくれて嬉しかったです。みんな自分のペース、そうだねそうだね、まあね、もっと忙しくなると思うし、これからココミンは優しいね本当に、毎日なくても推し変しません、嬉しい、ありがとうございました、推しを極めてくれていつも。次のアンダーは誰だろう、誰かな、誰かな、え、もううちは別にもう本当にどのギフトもらってもめちゃくちゃ嬉しいです。言いたくなるよね、ポニーテールとか、あ、その高めのこういうポニーテールとかをして取る時が痛くて、取った後もなんか謎の痛さがある、え、そう、多分なんか皮膚が引っ張られてるのか分かんないけど痛いんだよね。こんばんは、え、確かに大須の初詣でもいいかもしれない。こんばんは、初訪問たくさん、こんばんは、変だよ制服の目の振り入れも結構毎回やってるので、練習もいろいろ、そうです。え？え？変な顔だったらもっと好きになる、本当にね、アクスタいいよね、アンドさんもアクスタあるし、なんか可愛いアクスタあるよね。次のアンダーはココミン、こんばんは、ラブレターありがとうございます。星も、え、そんなに見てても心配になってるねん、え、本当に心配になってくれてんの、すごい優しい、高めの髪型してて、え、嬉しい、全然嬉しいよ、好き目いても全然嬉しい、タン押しありがとうございます、ありがとう、敬語使っちゃうの癖ついちゃってるけど嬉しい、え、なんかね、なんか大水ってなんだっけな、なんかお店を見つけて話そうって思ってたのに忘れちゃった、アクスタめっちゃ待ってる、嬉しい、アクスタいいよね。ダンスは何気に踊れるかもしれない、
くしてほしいね、本当に欲しい。変な顔で思い出した。ぜひ時間がない公演の、頑張っ、違う公演だったら頑張って覚える。何の公演かな、今日の右耳は元気です、ちゃんと。え、うちの壁下はなんか幼く見える、すごい。アンズさんもしてるけど、ココミもおすね、ありがとうございます、嬉しいです。え、今週末大須行くから、どんな店か気になる。いいね、大須。高校の机に立てかけんのやばいね、それはやばいわ、絶対目立つね。一番チャンスがあるのはどこかな、どこでしょうか。まあそうだね、スコエの人数足りてないもんね。それは確かにそうだわ。こんばんは。え、なんかオスってすごい、なんかたい焼きとかたこ焼きとかめっちゃあって美味しそう。ただよね、その K2 でもさ、あんずさんとか京香さんとかすごい出てるから、くるみさんとかも。嬉しいです、推しが増えそうや。え、そうなんだよね、そのあんずさんも10期生の中でアイウェオで 大村だから、うちもあの12期生でアイウェオで伊藤だから、嬉しい。てんちゃんとにじちゃん、え、そうなんだよね、そのまだ15歳で公演を早くっていうか、なんていうの、わかる、8時以降は出れないわけじゃん、それが悔しい、ちゃ悔しいこと。え、りんご飴を絶対に食べてほしい、みんな大須に行ったとしたらお願いします。悲しいエースが、どすこい、どすこいじゃないです、ココミンです。ヘアアクセはね、キャップの、キャップはかぶるかもしれない、集めてて一時期。おつにじ、え、そうで、なんか時間を考えると、そう、時間を考えると制服の目になっちゃうんですよね。なんか出たとしても開演時間が早くなったりするのかな。え、そう、土日の公演のやつになっちゃうのが悔しいですね。消し、ありがとうございます、生でここ見れた、本当に泣いちゃう、それ見てうちも泣くかもしれない、本当にそれ見たらうちも泣くよ。リンゴ、え、そう、カットされてるリンゴ飴が美味しい、本当に。リンゴ飴大勢で食べられる、食べます、食べれます。今週末おすで、え、ぜひ食べてほしい、本当におすすめです、本当に美味しい。平日公園出てもお見送りに、え、だよね、そのさ、お見送りってさ、一番なんていうの、一人一人来てくれた方を目で見れる時じゃん、それが見れないのが悔しい。え、なんてお店だっけ、ね、
え、でも本当にあれ絶対わかる。大須の商店街の中にあるリンゴ飴って思っとけば本当にあの雰囲気が綺麗なお店です。やっぱ8時で消えちゃうんだ、やだ。15歳の声の方と日かな。えだよね、前の推しのもんだね。やだ、なんで泣くの。本当にうちもそれで泣き、うちなんかさ、あの涙が映りやすくて、人の泣いてると。初訪問こんばんは、初訪問こんばんは。え、丸ごとカットもある。ね、お見送りにいないの本当に嫌だよね、それは嫌だよね。マキコさんと初詣絶対楽しいよ。土日はね絶対出たいよね、そうなったら出るしかない。土日は、あ、そう、あるです、そこです。なんかさ、大須商店街ってすごいピザのお店ない？ピザとかケバブとか。うん、悲しくない？お見送りにいないのが。めっちゃ見送られたい、見送りたい。うちもみんなのこと。お、必ず一声かけるよ。いいね。名前とか言ってくれる方がいて、たまに、たまにっていうか、そのみかんの剥き方の時に〇〇だよって言ってくれてる、言ってくれた方がいて嬉しくて、あとここ見よしとか、ここみーんとか言ってくれてたのがすごい嬉しかった。うちは本当に見たい、作ったら絶対見たい。うちははもちろんメールで。え、待ってる、ツイートも。会社ついたよ、夜勤だ、夜勤。生誕祭や卒業、え、絶対泣く、絶対泣く。お見送りに名前呼んでる人いた、まるまるだよとか、ここみーんって言ってる方もいたし。え、ケバブのお店ある。え、だよね、最後の挨拶いないの本当に悲しくない？なんか公園に来てくれた方に挨拶できないのめっちゃしんどい。だるまありがとうございます、おつにじ。待ってる、 X にまた作ったら絶対見る。おつにじ、え、開演時間を早めたらいいよね、コロナの。あ、そういうこと、そっか、コロナの時ってあれか、話しちゃいけなかったのか。やっぱみんな通る道ですね。一応あの15周年の劇場公演の時にお見送り出れなかったのもあったし、めっちゃ悲しかった、出れなくて。ハートありがとうございます。あったら名前も言えないほどやばい、本当に嬉しい。お見送りでアンデさんの隣にいたら、いや、うちがビビる。アンデさんの隣にいながらあのお見送りをするのが。うん、絶対見る、ボード見ます、ちゃんと見ます。モニモニミモニミ行こうかな。ひもに、大晦日のひもに、
名前呼ぶようにしてます。こんばんは。名前呼んでくれるとすごい嬉しい。え、おみそかってさ配信あるっけ？ DMM で決勝ありがとうございます。そう、15周年の時のお見送りが8時以降になっちゃったから出れないですって言われてショック。モニター観覧か、モニター観覧。ハートありがとうございます、たくさん。え、そうなの？劇場のモニターで声見れるの？そうなの？モニミモニミモニミ。あ、ケバブ美味しいよね。え、DMM で見れる？劇場のモニターで公演を見ること。え、いいね、見れるの。モニミ。こんばんは。配信で見れるの？え、見れるの？見れるから行くね。ここ見たいから嬉しい。でも会いたいよね。一番は。会える日を増やせるように頑張ります。やっほー。やっほー。無料でいいね、無料で見れんの。今からモニミということにします。ぜひ今年の締めもココミンで、ぜひ。もテレビとつなげて配信。え、 DMM で見れんの？DMM で見れんの？こだまって何？こだまって何？モニミマジで会いたい、本当に会いたい、会いたい。トーク会とかめっちゃ楽しかったもんね。え、ある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 、トルコアイスある。あそこの違う、なんかあのケバブのお店の前歩くと絶対に言われるよね。寄ってかないみたいな、スクショタイムください。ね、待って、いつも同じポーズしてる、なんだろう。やっほー、信じてます。劇場で会えるとうちもめっちゃ信じてる。結婚してありがとうございます。あ、そういうこと、こだまね、そういうことね、そういうことね、なるほどね。やっほーっていつも言うから、やっほーって。決勝ありがとうございます。金の鳥ありがとうございます。白鳥かわいいの。おいしい、辛くない、大丈夫って。え、いいね、めっちゃ元気出る、そういうお店があると。嬉しい、みんな可愛いって。グー、可愛いギフトありがとうございます。あ、可愛いギフトありがとうございます。おつにじ、1月28は制服の目の初日公演です。ドキドキです。
仕事してきます、またね、頑張ってください。夜勤夜勤ね、本当にうちも重大ニュースは皆さんと会えたことです。こんばんは。はーい、ハローハロー、消しありがとうございます。え、話したいよね、トーク会でも。え、わかる、なんかケバブ屋さんの人って本当にいい人ばっかな印象しかない。グーポーズめっちゃ飲める、本当にこれ。こういうのも流行ったよね。アンズさんもやってたよな、こういうポーズ。こんにちは、お兄ちゃん。かわいい。早くコールしたい。嬉しい。みかん外れ、おみそ外れ。当てたいね、初日。ココミン、ちょっとおひさやっぱり可愛いね、ありがとうございます。お久しぶり。いいねギフトありがとうございます。先日はココミン、みんな当たってほしい。本当にココミンで読み疲れされてほしいぐらいですね。かわいい、ありがとうございます。初見さん、あ、やばいほどかわいい。グー、え、でもね、あんさんもなくこのポーズしてたよね。あと2日で誕生日ですって、祝いましょう。みんなおめでとうございます。あと2日で誕生日、メールも来るので、メールの返信もいつもありがとうございます。誕生日プレゼントとハートありがとうございます。遅れてすみません、大丈夫、あとちょっとあります。バラもありがとうございます。花束、結晶も、星ありがとうございます。たくさん急に星が来た。お誕生日おめでとうございます。あと2日誕生日ですって。こんにちは、お兄ちゃん、お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。2日早いけど、ハッピーバースデートゥーユー。公園のコーラ、ココミンです。また X で、お誕生日おめでとうございます。ベストはアンズ、イージちゃん、テンちゃんが出れば文句なしだな。頑張ります、出れるように。初日緊張です、出れるか。クリスマスのケーキは頼んでましたね。目が乾燥、コンタクトもしてないのに乾燥が最近冬だからひどい。魔女の谷、星ありがとうございます。化粧も雲もありがとうございます。え、アイスケーキ食べてほしい、本当に美味しかった。サーティワンのアイスケーキは、お誕生日おめです。出れるかな、緊張する、空気乾燥する、本当に。うん、初見さん星ありがとうございます。ギフト、サンタは来ます謎の岩が初日やめたら、多分次に出るのは岩のせいだ泣いちゃうかもしれない。ココハの生誕があるしね、多分生誕グッズ出たし。あ、でもよく、それよかった、ここオープニングアクト間違えてこっちゃんにココミンコールしてしまった。結果オーライです。
星じゃなくて結晶ありがとうございます。虹じゃなくて星のギフトと結晶のギフトありがとうございます。たくさん ママサンタ結晶ありがとうございます。またレッスンが忙しくなっちゃうね。ハートありがとうございます。魔女の子推しの子サンタには活躍できるように祈っときます。来年1年間活躍できる薬をください。だるま雪だるまありがとうございます。雪だるまありがとうございます。雪だるま星ありがとうございます。初日迎えるまでは、そうなんですよ、初日が来たら話したいこともたくさん話せるんですけど、やばい本当に泣きそうだって。そうそう、もし大晦日あったとするじゃん、大晦日あったらさ、あ2023年会えたじゃん、おかしい、悲しいけど2024年にたくさん会えばいいだけなので大丈夫、会える機会をたくさん作るので。青のサイリウムありがとうございます。青のサイリウムありがとうございます。ハートもハートのギフトありがとうございます。水色の薬ですねこれ、活躍できる薬ありがとうございます。結晶も緑のサイリウムもありがとうございます。薬探して届けたい、嬉しい、薬探してくださいお願いします。2024たくさん会えるようにうちも頑張るから待ってる、皆さんも舞うってか。ピンク赤紫ってすごいね。レインボースターありがとうございます。ファイトギフトもプレゼントもありがとうございます。心譲る言葉いや全然こちらこそ、2024にたくさん会えばいいので、この話かな、分かんないけど2024年にたくさん会えばいい話なので、2023年に会えなかった人も多分2024年はたくさん会えれます、会えれます、2024年はたくさん会えると思うので大丈夫です。結婚してありがとうございます。間違えて押しちゃったライトのボタンを、仕事一段落したの持ってきたよ、一段落か、ありがとうございます来てくれて。薬なくてもめちゃ活躍できる、嬉しい、え見たい、うちわが見たい、うちわが見たい、 S 送ります。そうだね、みんなからの応援が薬になってます。星と結晶じゃなくて結晶ありがとうございます。頑張ろう、みんなで会えるように一緒に。ハートありがとうございます。星も今日も可愛い、ありがとうございます。プレゼントもありがとうございます。そうね、健康第一って、あみんなグッズ届きましたか、缶バッチとかお正月のグッズ届きましたか。なってますね、ココミンの薬に。頑張りましょう、制服の目もアンダーとかも。ココミンいい人、みんないい人ばっかで、いい人ばっか。結晶ありがとうございます。超絶押します、ありがとうございます。こんばんは初見さん、あみんな届いた、健康第一、楽しい一年にするとか、タツの絵の、タツの絵の缶バッチとか、うちはさつきちゃんが届きました、さつきちが。
ハートありがとうございます。あ、そう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 、言ってた、ミレイさんとかぶっちゃったみたいな聞きました。ランダムのあれ買いましたか、ランダムの缶バッジは。サツキチが出た、たつ年の男なのに買い逃した。え、ツインテール配信またやりたいですね。低めのツインでもいいならやりたいなって思う、早いうちに。なんで私の方を始まるぐらいかぶってるのかな。ありがたいです。だよね、エマにも絵を描いてよかったと。なんかうちのタツの絵引いた人あんまいなそうって思って、足がずっと正座してたから痛い、1時間ぐらい。今日ルームないかと思ったのでめっちゃよかった。よかった、その予約をするのがいつも毎回30分前とかに急に予約し始めてやっちゃうので、よかった来れて。みんなツイン可愛すぎ、嬉しい、ツインしたいな。でもミンミンココミンって可愛いね。え、自分で考えた気がする。ミンミンココミンは嬉しい、ココミンの可愛さに酔ってます。え、低めのツインテール配信でもいいの。ツインテールは小5で学校行くのやめたかな。小5でなんか小5までいろんな髪型のアレンジをしながら学校に行ってたんだけど、小5でやめたかな。え、本当に似合うと思う？嬉しい。クリスマス配信楽しみにしています。嬉しい。え、サツキチのコール気になるよね。サーちゃんとかかな。今日も来ちゃった、嬉しいです。ありがとうございます、来てくれて。え、天才だと思う、ミンミンココミン。そう、正座したら足が太くなるらしい。スクショタイム。にじにじちゃんもいいですね。にじにじも結構、でもにじにじって呼んでくれる人もいるし、そう、おつにじにしたし、おつにじにしたし、おつにじ決勝ありがとうございます。それまで楽しみにしてきますね。待ってます、会える日を。中学はポニーテールですね。めっちゃ表情が明るくなってきたから、ファン増えると思うよ、頑張れ、嬉しいです。え、高めのツインさ、あれ誕生日配信の時に見なかったっけ、来れなかったっけ。どんな髪型でも可愛いから困る、嬉しい。最近メールもストレートのことが多くてあれなんだけど、今立ち上がったら倒れます。ハートありがとうございます。うん、いろいろな髪型をしたいです、これからもっと。星ありがとうございます。星もありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。可愛いギフトもありがとうございます。配信してくれてありがとう、こちらこそ。
バッチグー。あ、ボード。あった。おしゃれ、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。誕生日結構もう過ぎちゃったんですけど、ハートありがとうございます。あっという間です。20、大川さんに似てますか。そっと応援しています。そっと、ありがとうございます。決勝も、え、17番って言いそうだよね。いいなちゃんって言いそうで、おいらもこれからはにじちゃんにします。どちらでも嬉しいです。全然大丈夫、謝んなくて大丈夫。決勝ありがとうございます。おつにじ、あ、見れてなかったんだ。え、世界で一番高めついにやってた。え、しようかな、じゃあまた。嬉しい、スクショ。今週もありがとうございます、たくさん。急に立ち上がらないように気をつける、足を伸ばして。星ありがとうございます。サーモンね、美味しそうだよね。明日からも頑張ります。似てない。イナシのキャラクター、またツイートするね、待ってます。おつにじ終わっちゃうけど、ファン思い、嬉しい。星ありがとうございます。壇上が変わりそうっちゃ変わりそうかな。決勝ありがとうございます。星もおつにじ、いつも配信後の、え、でもなんか意外とすぐ投稿してくれてることが多くて嬉しい。あの、みんみんここみんのハッシュタグとか伊藤ここみとかのハッシュタグで調べると投稿を早めにしてくれてて嬉しい。頑張ろう、週の後半、水曜日、明日から 9% やばい。それは充電をしてください、早く。ありがとうございます、配信見てくれて。ファン思い、おつにじ見てるよ、ちゃんと。見てます、ちゃんと。配信おつにじ投稿気まぐれ、え、全然大丈夫。ツイートめっちゃ見てるよ、ハッシュタグのみんみんここみんとか伊藤ここみとかは見てます。見てます、しっかり見てます。おつにじ気に入ってる。ここみんはあと少しで冬休みです。水曜日は中間です。でももうすぐ後半です。雪だるまありがとうございます。配信ありがとうございました。こちらこそコメントもギフトもたくさんありがとうございます。来てくれた方も、壇上、あ、変わった。冬休み羨ましい。休みます。でもレッスンかな。夜ご飯食べてきました、お疲れ様です。星ありがとうございます。今週は楽なのです。あり、読みます。13位はシナモンの方、ありがとうございます。13位シナモン。12位はメイドの女の子、ピンクの方、
ありがとうございます。11位は鳥のの方のお腹にのが書いてある方。10位は石塚さんのアバター、さつまいも焼き芋の方。9位はの方警察官。8位は倉島さんのたぬきの方たぬき。7位が真面目そうなメガネがくるくるの方。6位が熊のハート持ってる方。5位が猫の鈴つけてる方。4位がルカさんのもうなんでいつも言っちゃうルカさんのピンクのクマの方。3位がにじにじの方、にじのアバターの方。2位が歌舞伎の方。1位がアンズさんの男の子の方。ありがとうございます。皆さん、壇上の方もコメントくれた方もゲストくれた方も来てくれた方も、ガローさんありがとうございます。ワルタヌキ、よかった、病院疲れが取れました。よかったです。それは今日も圧倒的な可愛さありがとう、こちらこそです。大きい虹、大きい虹、お疲れさん、またね、おやすみなさい。今日もめっちゃ楽しかった、よかった。でもなんか言いたいそうになっちゃうんだよ、いつも言いたいそうになっちゃうんだよね。しっかり寝ます。晩ご飯は食べました、すき焼きを。9時までしたいですね。なんか本当だったら勝手に切れるはずなのに、なんか切れなくて、うちだけ。楽しかったです、お疲れ様、ありがとうございます、来てくれて。暖かく過ごしてね、ココミ配信ありがとう、こちらこそ。またメールで送ります。大丈夫です、夜ご飯で抜けてしまっても。おつにじ、あ、13位、12位が緑のうさぎの方、チューリップのありがとうございます、ありがとうございます。かわいい天使ちゃん、ありがとうございます。おつにじ、壇上ありがとうございます。最後に、ありがとうございます。おやすみなさい。星もありがとうございます。メールで会いましょう。